テルマサの子、池田テルオキ。34歳にして突然の狂乱。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、池田テルオキについて紹介していこうと思います。播磨赤穂藩の2代藩主、池田テルオキ。このお殿様は、初代姫路藩主、西国将軍の池田テルマサを父に持ち、徳川家康の次女、徳姫を母とする恵まれた血筋に生まれます。それが何の因果か、34歳にして突然発狂。正室である黒田長政の三女、亀子姫をはじめ、次女数人を惨殺、改易処分に処せられてしまいます。それまでは、反省にも手腕を見せていた照興に、一体何が起きたのでしょう。照興誕生、羊に恵まれ順調な人生を歩む。照興は慶長16年1611年正月15日、池田照政の六男として姫路城で生まれます。嫡出6人兄弟の末っ子です。4歳の時には出府して家康秀忠に拝謁。家康からは小鎧を、秀忠からは広光の脇差しを拝領します。大御所の外孫、将軍の甥にあたるので何かと特別待遇を受けます。元和元年1615年には、備前岡山藩主の兄忠次が亡くなったため、その医療のうち左陽軍など2万5000石を賜り、播磨国平福藩主となりました。もっとも照興はまだ4歳。実務は家臣団が受け持ちます。寛永3年1626年8月には、16歳にして守護池右近の大夫に上り、松平姓を名乗り、亀子姫を正室に迎えと、至って順調な人生を歩みます。検地を実施し、公訴を確定しと、藩政の基礎固めに努め、民政の安定に努力しました。寛永8年1631年7月、兄の赤穂藩主池田正綱が妻子を持たぬまま26歳で亡くなったため、池田家は一時女峰となります。しかし家康の外孫として特別扱いされていた照興が、1万石加増の上3万5200石の赤穂藩主となり、赤穂かき上げ城に入りました。赤穂時代にも冒険の意思を継いで検地を行ったり、城下町の整備に努め、特に上水道の整備など功績を残します。寛永11年1634年には、将軍家光の上洛に随従し、樹脂院に上ります。突然の発狂、至って順調な人生を歩んできた照興が突然狂ってしまったのは、正保2年1645年3月15日のことでした。幕府の公式記録である徳川実記には、照興はこの月15日に突如発狂、妻を切り殺し、娘に手傷を負わせ、次女数人を切り捨てた。故に同月20日、領地を没収の上、2人の息子ともども本家の岡山藩主池田光政に預けられたとのみ書かれています。どうして突然発狂したのか、そこに至る経緯が書かれていないので、何とも理由がわからないのですが、いくつかの説がささやかれています。徳姫毒親説。一つは毒親説です。いつの時代にも首をかしげたくなる親はいるもので、照興の場合、母親の徳姫が問題でした。このお母さん、家康の次女でありながら問題行動を連発しています。夫照政の繊細の子より、自分の子が可愛いのは当然としても、繊細が残した長男利孝が照政の死後、姫路42万石の大半を継ぐと、これを妬み、毒まんじゅうを食べさせ殺そうとしたとの話が伝わります。
慶長10年1605年、利高が樹子家侍従右衛門守に叙任されると、兄弟である将軍秀忠に働きかけ、9歳の実子忠次を樹子家侍従に、7歳の忠勝には樹後家宮内の大夫を叙任させるよう画策します。同時に両人に松平姓と将軍偏記も受けさせました。慶長19年には駿府の家康のもとに走り、利高が忠次の所領備前の国を狙っていると訴え、国替えを懇願しています。挙句に同年10月、忠次が大阪冬の陣に従軍すると、その身を案じて後を追いかけ、間もなく滞在先の京都で死亡するという暴走型の毒親でした。照興の精神構造も彼女の影響からは免れなかったようです。末っ子だから割を食ったと思い込んだ説。照興の父親照政は正室や側室との間に多くの子供を設けましたが、5歳徳姫との間には忠次、忠勝、照澄、正綱、照興と5人の男子が生まれています。照政の死後、姫路52万石のうち42万石は先妻糸姫を母に持つ長男利高が継ぎました。忠次には家康の外孫ゆえに、すでに慶長8年に備前28万石が与えられています。さらに照政の死後、母徳姫を引き取ったため、その化粧料として阿公、子孫、左右の3軍10万石が加えられ、38万石となりました。忠勝も慶長15年に淡路一国6万石をいただきましたが、元和5年忠次の死去を受けて備前32万石に転封されています。これに対して弟たちには、忠次の死後、徳姫の化粧料が分配されたに過ぎませんでした。すなわち照澄が子孫軍3万8000石、正綱が阿公軍3万5000石、そして末っ子の照興には左右軍2万5000石のみでした。照興は後に阿公軍3万5000石に転封になりますが、石高は兄弟中で最小です。同じ家康の外孫なのに、兄たちとは一桁違う石高に、自分は末っ子で兄たちの余り物しかもらえなかったと悲願でしまった説です。出来すぎた家臣団説。照興は平福藩主であった時も阿公藩主であった時も藩政には評価を得ていますが、両藩とも幕藩体制の確立期にあたり、藩政の基礎固めが困難な時期でした。しかも平福時代は照興は20歳前で、実際に藩政を担っていたのは照政が残した維新たちでした。また阿公時代も兄の維新が大勢残っており、藩体制確立には彼らの貢献が大でした。有能で年長でもある家臣団に、いわば落下山で降り立った照興の意見はどこまで入れられたのか疑問です。自分の意見が通らぬことも多く、苛立つ場面もあったようです。妻に頭が上がらない説。照興は狂乱した時、まず妻亀子姫を切り殺しました。このことから狂乱の原因は外様大藩の息女である妻へのコンプレックスが原因という研究者もいます。亀子姫の父親はご存知、黒田長政。関ヶ原合戦で大功を挙げ、あの家康から関ヶ原の一番の功労者黒田家の者は子子孫孫まで罪を免除するとのお墨付きをもらっています。婿にとって幕府があまりに偉いのは気詰まりなものです。妻のちょっとした振る舞いや言葉の端にも自分と比べられているように思えてしまう、一人相撲のようなコンプレックスに押しつぶされ精神に異常をきたした説です。
怪異の噂が絶えぬ姫路城。照興の父照政が住まいにした姫路城は美しい外観に似合わず、おどろおどろしい妖怪伝説がついて回る城です。番町皿屋敷で有名なお菊さんの物語、実は元ネタは番州皿屋敷といって姫路城にまつわる物語です。現在の豪壮華麗なお城に生まれ変わる前、番州の豪族小寺氏が居城としていた頃に起きた家臣による城主暗殺未遂事件です。事件に関わったとして女中のお菊が城内の松の木に縛り付けられ、17日間もの間攻め苛まれました。命絶えたお菊を井戸に投げ込んだ夜より、城内に怪異が起きるようになります。他にも姫路城にはどこからともなく悪鬼、山伏、坊主が現れたり、夜半になると城内で多くの女子供が泣き騒ぐ声が聞こえたりもします。慶長14年1609年12月には城主照政夫妻を呪う文が投げ込まれたり、天守には幼女おさかべ姫が住み着いたりと、この手の話にはこと欠きません。照政も噂を気に病んだのか、つまらぬ噂を打ち消すためか、城内で厄払いの祈祷をさせたり、おさかべ神社を城内に祀ったりしました。慶長20年1615年、徳姫が京都で亡くなった後、忠勝17歳、利高33歳、正綱27歳、忠勝31歳と、次々に池田一族に若死にが続きます。照住、照興の改易騒ぎもありました。赤松一族の怨念説、しかしどうもこれら一連の怪異は赤松一族の怨念ではないかとの話があります。赤松一族は古くから播磨の国に根を張って栄枯盛衰を繰り返してきましたが、戦国の頃になると家運は下降の一途をたどっていました。そこへ勢力を伸ばしてきた織田信長やその帰化の武将たちに圧迫され、特に播磨に乗り込み過酷な支配を展開した池田一族への恨みは深かったようです。姫路城に起きる怪異は赤松一族の怨念によるもので、その恨みが精神に脆い部分を抱えていた照興に乗り移り、あの凶行を引き起こした説です。いずれも噂の息を出ませんし、34歳の突然の発狂はなかなか説明のつくものではありません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。